ここら辺かな。誰だお前。ヒルスケです。この先には簡単に通すわけにはいかない。合言葉を言え。サンバが通る。やっぱデロックが最高だ。あいつは自分が炎元素使えるからって慢心してる。俺どっちの敵じゃねえ。あんたら外野のこと忘れてんじゃねえの。あいつは短期で俺たちさんにハブができたんだ。あれは強者だ。そうだ。あいつもでもよかった。ダメだなって言っちゃいねえ。皆さんが伝説の凍結パーティーですか。そうだが。皆さんは旅人を凍結で苦しめてるとお聞きしました。凍結についてお聞きしてもよろしいでしょうか。凍結というのはね、効力だけをバカにするじゃない。何言ってんだ。この子凍結理由で聞いてるだけだよ。間違えただけだよ。このマルケ。俺をマルケ呼ばれてきたからってからに。いつも女性キャラのこと水浸しすることしか考えてねえからだってないよ。意外にしろって。お前ら付き合うんじゃないよ。そしたら弱点元素はないのですか。ない。炎元素ならなんとかなるって考えが甘いね。そうだ。ここには水目もある。俺たち弱点はないね。そうなんですね。勉強になりました。また来ます。いつでも来なさい。勉強熱心な子はいつでも関係だよ。こんな攻略だけについて教えてやっか。そういえば最近、ここいらでとんでもないサポート侍が出没したってお聞きしたんですけど。ああ、噂に聞く探索から戦闘までサポートに徹し、探索なら長距離飛行やハイジャンプ、戦闘なら拡散反応引き起こすことでバフをまき散らかすだけでなくサブアタッカーとしても活躍することができる。ござる侍のことだろ。こんな万能なやついてたまるかよ。そもそも侍って稲妻だろ。ここ理由だし。デマだよデマ。ですよね。自分もそうだと思ってました。